ヘルマの勝手にミュージックビデオー、やーはー、どうもヘルマです。ヘルマの勝手にミュージックビデオ第5回です。ヘルマの勝手にミュージックビデオは私ヘルマが YouTube 内に公開されているバンドの音楽のミュージックビデオを本当に好き勝手に紹介しているコーナーです。今日は第5回ということで、まあ、今日何しようかなってことで、これです。泣き歌です。あの、僕が勝手にこれ聞いたらうるるるるるるってちょっと涙ぐんじゃう、泣いちゃうような曲を選んでみました。いろいろあるんですけど、まあ、今回は、すっげえここに熱いものを感じる泣き歌にしました。まず1個目はこれです。オーバーアームスローの Dear My Songs。この歌はね、まあ、ミュージックビデオ、まあ、新しいアルバムに入ってる曲なんですけども、オーバームスロー結成2013年で10年を迎えて、まあ、節目で、まあ、ツアーを全国ツアーやったんですけども、その中の、まあ、1曲ですね。 Dear My Songs は、まあ、自分たちの歌たちよってことです。このミュージックビデオには、まあ、全部英語なんですけども、あの、日本語でその訳が書いてあるので、まあ、英語が分かんない、ちょっと聞き取りにくいなって方も聴きやすいようになっているのでぜひ見てください。この曲はすごく、まあ、僕好きなとこの歌詞の一部分があって、もう君は君の歌を見つけたかいっていう部分があるんですけど、マニアモにするとその部分、まあ、僕の歌よ、まあ、いつかこの記憶と僕のその歌っていうのは苦しい時と悲しい時と楽しい時とか全部、まあ、思い出してくれるんじゃないか、助けてくれるんじゃないか、いつかこの歌に救われた、僕たちの歌に救われたっていう曲への思い、音楽に対する思い、バンドに対する思いっていうオーバームスローの思いが詰まってるすっげえ名曲なんです。まあ、結構 OAT 好きな人とかは泣けるって言ったりしますけども、まあ、メロディックパンクの代表でもあるオーバームスローの中でも泣き曲でもありますし、あのね、すごくその君や君の歌を見つけたかい、それで、まあ、よかったら僕のたちの曲を一緒に共有しないかっていう風にあるんですよ。で、最後にラララのとこがあるんですけども、そこでね、シンガーソングを一緒にした時の楽しさっていうのがたまんないですよね。その君の曲を見つけたかいっていうのは、まあ、僕にとっての例えばテーマ曲じゃないんですけども、その自分がね、その助けてくれる歌っていうのも辛い時にそういう曲を見つけてくれないか、なんか救われるような歌詞ですごくいい曲です。本当にぜひ聴いてみてください。では2曲目はこれです。もうこれはね、群馬を代表する G フリークファクトリーです。 G フリークのイーブンという曲なんですけども、 G フリークは、まあ、いろいろ生じっていうか、まあ、いろいろ事件がありまして、 EMI からメジャーデビューを2000年かなにして、それから、まあ、いろいろありまして、なかなか活動ができずにいて、ずっと渋って京都大作戦に出るようになったり、天秤の勝利の、まあ、盟友たくまさんとの中で、まあ、群馬ロックフェスを成功させて、昨年第2回を成功させて、今回第3回も今年やるんですけども、まあ、そういう中で、まあ、イーブンという新しいアルバムに収録されている曲を選んだのは、この曲っていうのが、その今までの歴史、G フリークの思いとかっていうのが積もってる、またさっきの OAT と同じような感じなんですけども、すごくここに来る熱い、自分が辛い時に助けてくれる曲で、もう最初ね、テン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 っていうイントロでもって群馬ロックフェスの時とかすごく泣いちゃいました。まあ、G フリークは、まあ、レゲエの曲とかも入れた、すごく結構耳にね、聞きやすいような曲も多いので、ぜひ聴いてみてほしいんですけども、この Even っていう曲の中でこの曲もすごくいい、すごく僕の好きな歌詞がありまして、ちょっと長いから歌詞カード見るけど、もしも俺がもう少し強くなれたら、愛想笑い繰り返す無表情な毎日を受け入れたままで咲き誇るあの花のように心に咲いた大切が、戸惑いを追い越して始まりに満ちた晴れた日が必ず来るからっていうのがあるんですよ。まあ、暗いね、自分の過去も含めて、僕たち自分の過去も G フリークの過去も全ての通し人生っていうのはね、始まりがあって終わりがあって、明るい未来があって暗いところがあって、闇があるから光があって、そういうのを含めての、ま、いつか必ず光が見えてくる、晴れた日が来るっていう
もうこれ今聞いて泣きそうなんですけど、もうね、なんかそういう辛い時とか頑張んなきゃとか、もっとなんかやんなきゃいけないんじゃないかって時に一歩進む勇気とか送れる曲です。聴いてください。今回は OAT の Dear My Songs と G フリーグの Even を紹介しました。どっちも泣ける曲です。他にも人それぞれ曲泣ける曲があります。僕にも他にもいっぱいありますが、ま、特にね聴いてほしい隠れた名曲じゃないですけども、ぜひ聴いてみてほしい曲なので、皆さんあのここにリンク貼ってあるので下にもあります。聴いてみてください。でよかったらライブでもうさらに生で聴いてみてください。生で聴いたらもうね絶対泣く、たまんない、もうやばい。